ジュナーガドの街並みジュナーガドは、西インドのグジャラート州、ジュナーガド県の都市。ヒンディー語では、ジュナーガルと発音される。マハーバと、ハーン病ジュナーガドのジャーマーマスジド15世紀、ラージュプートの本拠地となったが、16世紀に、ムガル帝国の支配に入った1748年、ムハンマド・バハードル・ハーンは、ムガル帝国のアフマダーバード知事の権力から独立し、 ジュナーガドの独立を勝ち得た。1807年、ムハンマド・ハミード・ハーンは、イギリスと軍事保護条約を締結し、イギリス地下の反王国となった。1947年8月15日、インド・パキスタン分離独立の際、ムスリムのムハンマド・マハーバト・ハーン3世は、貴族を決めかねており、ジュナーガドが、ヒンドゥーの多重地域であるにもかかわらず、9月15日に、 パキスタンへの帰属を宣言した。当然、インド政府は、パキスタンの飛び地がグジャラートにできることを嫌い、同年11月9日に、インド軍は、ジュナーガドを占領した。その後、1948年2月14日に、帰属先を問う、住民投票が行われ、ヒンドゥーが多かったこともあって、翌15日に、インドへの帰属が決定された。 なお、インドとパキスタンの国境は、カシミール問題などにより未確定であるため、パキスタンはインドによる、この併合を正式には認めておらず、パキスタン国内の地図ではジュナーガどもパキスタン領となっているものが存在する。ありがとうございます。